サッカー日本代表公式練習10日エディオンピースウイング広島国際サッカー連盟 FIFA ランキング18位の日本はシリア同89位との2026年 W 杯アジア2次予選 B 組最終第6戦11日午後7時10分開始に向けて試合会場で冒頭15分のみ公開して最終調整した日本は B 組1位で最終予選進出をすでに決めており 首相の MF 遠藤る、31イコールリバプールイコールはチームが取り組んでいる攻撃的な3バックの完成度をさらに高めることを誓った。最終予選、その先の W 杯本大会を戦う上で、攻撃的な3バックは日本の武器になる。首相の MF 遠藤が新婦人の精度、完成度をより高め、チーム力向上につなげる。前回はかなり感触が良かったと思うし、 オプションを作るといいいう意味でもいいトライだった誰がどこにプレッシャーをかけに行くのかを整理したが試合では自分を中心にうまくオーガナイズしていけたらいい6日のミャンマー戦では両ウイングが高い位置を取り縦に速い攻撃を仕掛けるスタイルに初挑戦した森保監督は戦術の浸透度を上げていけるようにトライしたいとシリア戦でも攻撃的な3バックの採用を明言 遠藤も、アジアだけでなく強豪国に勝っていく上でも、そういう選択肢は持っておくべき。それができるだけの能力の選手が揃っている、と同調した。とにかく最後、しっかり勝って締めたい。シリアは日本に敗れると二次予選敗退の可能性があるため、したたかにカウンターを狙ってくるはず。士気の高い相手をどけ、二次予選を全勝突破して次のステージにつなげる。西街とリダイ。 パリ五輪出場に意欲遠藤は24歳以上のオーバーエイジ、OA、枠で出場が見込まれるパリ五輪についても言及。今は選ばれたら行きたいと思っているスタンス。最終的にはクラブと監督が決断をすることで何も決まっていない。僕としてもそういう段階ですね、と説明した。これまでも五輪出場に意欲を示しており、変わらぬスタンスを貫いた。 W 杯アジア2次予選 B 組の状況日本はすでに5戦全勝の勝ち点15で1位突破が決まっている。最終予選進出がかかる2位くらい争いは目が離せない。最終戦を日本と戦う2位のシリアは2勝1分け2敗の勝ち点7、ミャンマーと戦う3位の北朝鮮は2勝3敗の勝ち点6。順位が入れ替わる可能性がある。北朝鮮はアウェーでミャンマーに6対1で勝っており、 シリアはホーム第三国の中立地で日本に0対5で負けている。